本日のストップ高銘柄はこちらになります。一つずつ解説していきます。ペッパーフードサービスは、いきなりステーキなどの飲食店経営をしている会社です。急騰した理由は、おそらく、アフターコロナで飲食店の売り上げが上がるとの思惑だと思います。ワクチン接種がかなり順調に進んでいるため、アフターコロナ銘柄も期待で上がり始めていますね。エーザイは、医薬品の研究開発、製造、販売及び輸出入をしている会社です。急騰した理由は、エーザイがバイオジェンと共同開発しているアデュカヌマブについて、アルツハイマー病の病理に作用する初めてかつ唯一の治療薬として、米国 FDA より迅速承認を取得したと発表したからです。世界初で唯一という期待を膨らませる材料ですね。アルツハイマー病の患者は、軽く調べてみたところ、世界で5000万人以上いるみたいなので、多くの人を救える希望になりそうですね。カジテックは、各種圧縮機、各種ガス回収生成装置の製造販売をしている会社です。急騰した理由は、日刊工業新聞で2021年度内にも燃料電池車水素ステーションのコストダウンにつながる新型圧縮機を市場投入すると報じられたからです。水素自動車の時代は本当に来るのでしょうか。興味深いですね。東京ソワールは、婦人フォーマルウェアの製造、販売、アクセサリー類の販売をしている会社です。急騰した理由は、資産総額よりも時価総額がかなり安いため、買われているようです。4月27日、5月26日、6月2日もおそらく同様の理由で買われているようです。かなり割安なので買収される期待もあるみたいですね。アジャイルメディアネットワークは、インターネットを利用した広告配信代理業、情報提供サービス業などをしている会社です。急騰した理由は、子会社のクリエジャパンが、不動産テック企業のマーキュリーと業務提携し、動画デラックステクノロジーを活用した新サービスを立ち上げをしたと発表したからです。マーキュリー社が保有するマンションデータを活用し、購入検討者向けに個別最適化した物件紹介動画を自動で生成し、それを不動産仲介会社に提供する業界初の取り組みをしていくそうです。業界標準になったら、すごく便利になりそうですね。毎日、ストップ高した株の解説をしています。今後も継続してほしい、また見たいなどあれば、ぜひ、チャンネル登録、高評価、コメントをお願いします。